千葉しげる、天下の頂点を目指すぞ。曹操の一歩に押せ。出られ、引かれろ。父上の留守を狙ったことに及んだ。引かれろ。引かれろ。曹操の狙いは我ら芝一だ。まずはここを突破しよう。将と母上を勝私とて諸葛一族の端くれ、策の一つや二つ造作もないわ。皆動揺するな。出なければまだ挽回できる。惜しかったな。ここに芝一族の者がいるぞ。絶対に撃ち漏らすな。引かれろ。ぐらいあるさ。めんどくせえけど。みな、動揺するな。崩れなければまだ挽回できる。私とて諸葛一族の端くれ、皆さんぞ。策の一つや二つ許さないわ。いや、動揺するな。崩れなければまだ挽回できる。兄上には救いというものがありませんね。宙に落ちろ。騒ぎを起こした曹操の武将を死ぬ。増援を呼びなさい。一気に攻めるのよ。壊れていないといいんですが。加工氏は曹氏の縁石だ。我らと近しいとはいえ襲撃はされまい。ならいいんですが。ただ加工派は自身の立場に悩むかもしれません。もちろん勝つ気があるさ。めんどくせえけど。お顔の色が少ないので、こちらを使われてはいかがでしょう。散れ、疲れろ。加工派は多くの兵を抜き、曹操側に疲れては厄介な存在となる。資源、母はこちらよ。宙に落ちろ。さあ、早く敵を蹴散らしてしまう。資源、あなたの活躍が誇らしいわ。後であなたの好物を作ってあげましょう。芝一族が侵入してきたぞ。全軍直ちに奴らを討伐せよ。芝白馬たちも来たんだ。逃がさんぞ。どうすればいいんだ。芝一族と会えば加工派は敵となるやん。その前に伝令を出し、釘を刺す。ドア通さねえ。俺たちが相手だ。どこか曹操が加工派殿へ伝令を出したようです。曹操、加工派を取り込む。目的を果たされる前に伝令兵を撃つぞ。もちろん策ぐらいあるさ。めんどくせえ。
なたの好物を作ってあげましょう。中に囚われ乱を起こした。魔法、お前はその仲間となる。悩んでたけど吹っ切れた。俺も一緒に行く。改めてよろしくな。兄上には隙というものがありませんね。騎馬一族はこちらに向かう。ならばじきこの玉座のまま危うくなろうな。この俺が相手する。狙いは外さず私とて諸葛一族の端くれ。さっきの一つや二つ造作もないわ。疲れろ。へい、閉じるな。待て、では敵の思うつもだ。もちろん策ぐらいあるさ。めんどくせえけど。へい、閉じるな。敵は敵の思うつもだ。そうそう、逃がさんぞ。ここは我々が引き受けます。どうかその間に脱出を。お前たちの忠義感謝する。あとは任せろ。これで邪魔者たちを始末できたわ。さあ、進軍の進軍。ここまで来て追いつける。ならばこの私に体を打ち取ってくれる。先に読めるボンゴ、打ち取れるのは貴様の方だ。お顔の色がスプレーに一番使われてはいかがでしょう。焦っては敵の思うつもり。シゲ、あなたの活躍が誇らしいわ。後であなたの好物を作ってあげましょう。宙に落ちろ。
それ芝一族め、貴様らの戦王など私は認めんぞ。ボングは滅んだ。これで洛陽も平安を取り戻そう。